大谷翔平2020年9月以来の3戦連続欠場チームは6連敗で今季最多の借金12。エンゼルスの大谷翔平投手29は右脇腹の張りのため6日日本時間7日の本拠地アナハイムでのオリオールズ戦を3試合連続で欠場した。大家の3戦連続欠場は2020年9月13から18日以来。 この時は5試合連続で欠場している。チームは3対10で大敗して6連敗。2カード続けてスイープされ、借金は今季最大の12に膨らんだ。ネビン監督は試合前の会見で、昌平は今日の感じは良いと言っていたし、刑事で打ってみてどう感じるかでラインナップを決める。 彼自身は大丈夫、いけると自信があったから、問題なければプレイしてもいいと、スタメン起用に前向きな発言をしていたが、大事を取ったのか、結局は代打でも出番はなかった。指揮官は大家の出たいよどこまで抑えられるか、無理をする必要も、させる必要もない。大谷翔平が3戦連続欠場、出られる状態でない。もう一日休養が必要右脇腹張りから、回復も、 米大リーグエンゼルス30オリオールズ6日アナハイムエンゼルスタジアムエンゼルス大谷翔平投手29が6日日本時間7日本拠地オリオールズ戦を欠場した右脇腹張りのため3試合連続の欠場となったエンゼルスはオリオールズに大敗を喫した大谷は4日同5日の本拠地オリオールズ戦前のフリー打撃で右脇腹張りを訴えて 究極スタメンを外れると3試合連続で欠場。この日の試合前にネビン監督は状態が順調に回復していることを明かし、スタメン出場の可能性も示唆していたが、途中出場もなかった。ネビン監督は試合後、今日はまだ出られる状態ではなかった。話をしてもう一日休養が必要かもしれないということだった。明日も話をして状態が良ければ出るよ、と話した。